写真拡大。ソフトバンクから FA 宣言し、ロッテへの移籍を決めた福田周平外野手がファンに別れを告げた。決断を下した26日、ソフトバンクのオフィシャルレポーターの加藤和子さんが本人のメッセージ動画を公開。福田はまた4年後 FA 再取得した時にホークスにとってもらえるようにと誓っている。宣言残留を認めているソフトバンクのほか、ロッテ、ヤクルト、西武、楽天、中日と5球団が名乗りを上げた福田争奪戦。26日にロッテ移籍を決断した福田は動画の中で、13年間皆さん温かいご声援ありがとうございました。振り返ると本当に怪我が多かったんですけど、その度にいろいろな方から励ましの言葉をいただいたりとか、それをなんとかこういう FA を取ることもできましたし、周りに支えてもらったなと思いますと振り返った。さらに監督、コーチはじめチームのスタッフの皆さんとかチームメートと離れるのは正直寂しいですけど、野球選手として残り何年できるかわからない野球選手生活を悔いなく終わらせるためにちょっと挑戦していきますと続け、最後にはまた4年後 FA を再取得した時にホークスにとってもらえるように今後より一層努力していきたいと思います。ファンの皆様、13年間ありがとうございましたと決意を明かした。ロッテ移籍の決め手として最後は鳥越さんという存在ですねと、2018年からロッテでコーチを務める鳥越祐介コーチの存在を挙げていた福田。心から慕うコーチの下で新たなスタートを切る。フルカウント編集部。